こんにちは。トマエチャンネルです。よろしくお願いします。林さん、最近焼肉とか食べます？はい、減りましたね。あ、本当ですか。僕ね、昨日焼肉、うちで家族で焼肉やったんですよ。あ、まあ、自宅焼肉ですね。はいはいはい。あの、あそこ、業務スーパーってあるじゃないですか。業務スーパー、はい。業務スーパー。あーまあ結構、多分日本全国、まあ、YouTube 見ていただいてる方でね、あの、神戸物産ね。神戸物産さん。うん、で、あのタンのね、牛タンのブロック、ほうもうタンのめっちゃもう 1. 何キロ、もうほんと下ですよ買って、うちの子供が牛タンめちゃめちゃ好きでね、はいはい、それをこううちでこうスライスして食べるんですけど、はいはいはい、もうグロすぎてグロすぎて僕ね昨日牛タン食えなかったんですよ。僕これあの子供らも切った状態のタン食ってるんですけど、僕もあのベロをね、そうなんですよ、もうなんかねこう本当に命いただいてます感もう満載で、もう牛さんありがとう、牛さんごめんなさい言いながらこうねちょっともう切ってたんですけど、最近ねちょっとあのこう焼肉でもあの脂の多い肉が食えなくなってきて、そう、サシがいっぱい入ってるやつ、もうそれね 2,3 切れ食べたらもう、そうですね、お腹いっぱいみたいな、胸焼けするっていうか、そうだそう、年いきましたね。もうあとキムチ食ったりスープ飲んだりとかね、はいはい、赤身がね、ロース系が多い、そうそう、もう美味しくいただけるのは 2,3 枚までみたいな、はい、あ、魚もそうですよね、大トロとかもきついなみたいな、あ、そうですね、だから寿司で2貫ぐらい食うのがねちょうどですね。あとはもうほんま赤身のね、いやいやもう白とか、いやもうほんと ねおっしゃる通りですね。はい、みんな通る道ですね。はい、これね、もう焼肉昔好きでもう死ぬほど肉食うてましたけど、だんだんね、ちょっとそういう風になんねんなと思う今日この頃。まあ全然関係ないですけどね、ビジネスの話とは。はい。まあでもそういうね、あの、うん、僕らより年上の人たちがね、どういう風なことを求めてるかっていうのをこうね、うん、飲食店さんもこう、バチッとハマるものを出してくれたらね、はいはいはい、結構ね、シニアが喜ぶ、シニアが喜ぶね、焼肉店みたいなね、うん、はい、まあ、すみません、なんかちょっと脱線しました。今日はですね、はい、自分の商品が、うん、サービスね、サービス、あ、自分の商品サービスがふさわしい人とは、うん、というちょっとテーマですね、はいはいはい、そうですね、よくもの頑張って商売やってる人も、はい、ね、皆さんそれはあちこち店出してやられていますけど、はい、その自分の売ってるものが欲しい人とか、はい、合ってる人にも一生懸命アピってたらしんどいじゃないですか、はいはいはい、あの例えてよう言うんですけどね、あの運転免許証を持ってない人に一生懸命ベンツ売り込んでもしょうがないでしょ、はいはいはい、持って最低持っときましょうよ、うんうん、ね、もしくはまあまあそこからまだ絞っていくとやっぱり年収1000万ぐらいないと無理でしょうみたいなとかいろいろあるとは思うんですけど、結構ネットでそれをやってしまうとのべつ幕なしに流してるみたいな、そうすることによって目立たなくなるんですよ。ということは一般化してしまうとあなたの存在は誰も知られないんで、当然目立たへんようになるということは見つけてもらえないし売れなくなる。ふさわしい人っていうのがないと、もうに向かって発信していくってことが大事かなって最近よく思うんですね、うんうん、で僕もともとリース会社出身なんですけど、結構そこは厳しくあって、あのよく新人の時に失敗したんですけどね、まあこんにちはって営業行ったで、案件が出てきて、まあ、設備投資するんだと、ありがとうございます、決算書預かります、で物は何ですか、いくらですか、うん、いや1000万ぐらいの機械なんやって、あ、分かりましたって言って、この決算書見たら、うわっ貸されへんやと、うん、悪いなこの会社と、っていうこと、これふさわしくないわけです、はいはい、でも向こうはいるんですよ、1000万の機械入れなきゃいけないけど、うん、うちとしてはふさわしくない相手なんです、まあ、会社から見たらね、はいはい、貸せない、はい、どう断ろうと、はいはい、こっちはもう一生懸命頑張ります、やります、ありがとうございますだけで帰ってきてるわ。それはもうどうやってもあの、ね、やることはで、どうすることもできない。いや、頑張るんです。頑張るというのは倫理を、そうそうと、はい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 、ね、まあでもそういう倫理書いてくれるだけでもありがたいですよね、はいはい、これ銀行だとピシャってアウトなんですけど、僕らはもう
なんかとりあえずあれこれ書くわけですよ。そこの事業の将来性であったりとか、はい、業界のこと調べたり、はいはい、その中でもここはこういうことをやってて、と、はい、で今回の機会はこういう理由で入れるんだと、はい、でこういう見込みがあってこんだけ儲かるんでリースも5年ぐらいやったら返せると思いますみたいな、うん、でもしダメになったとしてもこんだけなんで、この分は回収できます、だからお願いしますみたいなこと書くわけです。あ、まあ、機械が 流動性があるので、それを現金化して、うん、補填できると、あと回収これだぐらいだから大丈夫でしょうみたいな、はいはい、でそのうーんことも全部抑えてやりますみたいな、はい、僕がみたいなこと書くんですけど、はいはい、あの融資部でアウトって言われたらやっぱり出ないわけじゃないですか、ね、だからこれ謝る地獄の場面が待ってるわけですよ、はい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 、すいませんと。なるほど。でこれね、はい、あの恥ずかしい話ですけど、向こうはまあお前が言うだから、うん、お前やらしたってんのに、うんうん、何で怒ってるかって言うと簡単なんですけど、うん、恥こいたやないかいということなんです。うん、貸されへんって、うちそんな悪い会社か、うん、恥こいたやないかお前のせいで、これをずっと言われる。本当はお前のとこが悪いからやっていう話なんですよ、うん、ね、財務が。だけどまあこういう結果になってふさわしくないっていうことで板挟みになったりっていうのは、はいはい、よう経験するんですね。最初これってあのそのふさわしいかふさわしくないかっていうのをそのお客さん、はい、というか、うん、ね、そのお客様候補っていうんですか、うん、の段階でこうあの相当にかけることっていうのはなかなか難しいです。帝国データなんですね。ああ、東京商工リサイトとか。あそこである程度見るんですけど、はいはい、あそこもそんなにいい情報じゃないんですよね。まあ過去の数値ですもんね。正しくない。なおじゃないですよね。でもらった途端に分かるみたいな決算書、はいはいはい、みたいなのあるんですよ。知りたくない真実を知ってしまったとか。なんであれですけど、このまあまあ今一例でふさわしくないお客さんにやっぱり物を売るっていうことはあなたも疲れるし精神的にも良くない、うん、でお客さんも結局え俺似合うのとか思いながらも行ったら実はダメだったとか、うん、こうお互いこと一切ないんですよね、うん、で昔 あの手八丁口八丁ってよく言って営業マン悪いイメージです。ほんま手八丁口八丁できる営業マンって素晴らしく頭が切れてあのすごい人のことを僕らは言うと思ってるんですけど、うん、世間一般それ悪いこと口先だけと思ってるんですけど、うん、それはふさわしくないやつにも売るからです、うん、はい、昔はそれでも売れたんですけど、うん、今この情報がこんだけ入ってしまうと私はこんなんいらんとか他もっと見てみようとかでなるじゃないですか、うん、だからふさわしい客さんにちゃんとそれなりのサービスを提供しますってことをアピって売りましょうということですね、はい、なのでこれアメリカの、本ダン・ケネディっていう人が言ってたんですけど、はい、いい質問があって、うん、これちょっと脳に汗かいてみてください、うん、あなたはなぜ僕から買うべきなのかっていう質問を自分にしてください、うん、お客なぜ僕からこのお客さんはうちの商品を買うべきなんだろう、はい、その答えが売る人を探すことになるし、うん、また自分に問うんですね。自分に問うんです、はいはい、例えばね、野谷さんはなぜ僕からこの商品を買うべきなのか、うん、他じゃなくて他からじゃなくて、うん、っていうことが、分かったらそれがアピールになります、うん、でまたそういうサービスを作らなきゃいけないと思います。でそういうふうにして自分の飲食店でも先ほどね、で年寄り相手にするんやったら年寄りにふさわしい料理出し上げないといけないじゃないですか、うんうん、ね、差ししんどいとか分かってんやったらっていうことはお客さんのこと分かってないといけないんで、そういう観点から物を売っていくっていうことがやらないとこの情報あふれた社会の中では突出しない、うんうん、大海の中に船をピッて浮かべたような形になってしまう、うんうん、見つけてもらえないんで、うん、しっかり救難信号を出すためにもアピっていきましょう、うんうん、はい、ということをちょっとふさわしい人にっていうのは、だから普段から自分のもうターゲットをしっかり見つけとくってことですね、うんうん、でそこに、効率よく打っていきましょう、うんうん、これが、中小企業がお金を無駄にしないセールスのやり方かなと思います、はいはい、僕らも、ね、そういう、自分でやってる商売っていうのはこういう人向けにってちゃんと言ってるんで、うんうん、ね、そういう風に考えてやってもらったら皆さんも、苦労せずに済むんちゃうかなと、はい、嫌な思いもせんでいいかなと思います、うんうん、営業マンもそうです、はい、ひたすらこの街回ってますみたいなことせんと、はい、自分の商品を喜んでくれるお客さん誰か調べてから、うん、なんでそれを喜んでくれるんかなって理由を分かってから行く方がいいと思います、うん、はい、はい。
それが疲弊しない手ですね。わかりました、はい、っていうので、皆さんこの4月ですね、はい、新しく、まあね、入られる方、営業に配属される方も、うん、また店新しくやられる方もいますけど、頑張って、4月ってなんかそういう、ね、春やからいい気分で前向きにいけるんですから、はいはいはい、頑張ってやってください。そうしましょう。またその辺の質問とかもらえたら、はい、ありがたいですし、何でもいます、はい、またいいねもよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。